どうも、うらさこです。つっつん、インスタ5000人達成おめでとう。やったね。わー、ありがとうございます。まあ、はい、達成したのはおめでたいことやけど、はい、別にあの喋ることはないねんけど。いや、そんなことない。じゃあ、ショートにしても終わります。ちょっと経緯を説明しますと、ちょっと前の浦佐校で、うん、まあ、ツイッター1万人フォロワー達成しましたと。はい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 。で、7月末までに達成しましたと、うん、じゃあ今度新しい目標ということで、今度は10月末までにインスタのフォロワー5000人、はい、はいはいはい、3000ちょいだったんですよ、うん、はい、2000弱を伸ばしますと、はい、でツイッターよりインスタの方が難しいから、うん、なかなか厳しいんじゃないかなって思ったんですけども、まあいけちゃいましたね。まあでもあの光くんと笹毛さんの力やからな。はい、そうですね。120%そうですね。そうやねんな。はい、俺だから俺今6万5000ぐらいやねんな。はいはいはい、あのインスタ、はい、そうですね今、はい。まあまああんま更新もあんましてないのもわかんねんけど。うん、俺もちょっと頑張ろうかな。おお、いいじゃないですか。宣言しましょうよ。宣言、いつまでにみたいな。そうですよ。いや、俺 10万人行きたいねん。10万人は行きたいですね。いや、すごい、それはすごいですよ。10万人頑張りますわ。はいはい、ほんますか。うん、なんであの今までほらあのコラボした人とかさ、はいはいはい、 あんまりほら写真撮ったりとかするタイプじゃないからはなかなかね、はいはいはい、それこそ光くんあのネクステチームとかとみんな、うん、わ写真撮ってる時も別に俺、はい、あのそこにその輪に入ることもなくそうですね。まあまあまあ、まあおじさんやからあんまなんか撮ったりとかせえへんから、はいはいはい、そういうのちゃんとしていこうと思って。おお、素晴らしいことですよ。10万人あ、ま、あの完全に人に頼っていくわけやけどあの多分個人でいくら撮ったって多分そんな増えへんと思うねんな。そんなことないっすよ。いや増えてへんし。いやでも料理とかはね、うん、結構ネットニュースになってますから、宮迫さんのインスタの。でもね限界があんねんな、うん、なんでちょっとあの、ね、いろいろ写真というものをいろいろ撮っていこうと思って。あー、素晴らしいですね。はい、うん、俺 やっていきますよ。俺は10万人、お前次撮って。年内10万人ですか。年内あと2ヶ月まあ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 、ほぼ2ヶ月ぐらいですかね。年内切れるんじゃないですか。年内で10万人絶対無理。で鼻そぎ落とすんですよね。いつも言ってるみたいに。俺は何にもせえへん。なんでや。俺は何にもせえへん。僕体を損傷するんじゃないですか。せえへん。なんで欠損させなあかんの一回。もうええよ。あのだからあの針とかで健康になる。いやいや自費で普通に行け。それボーナスなんですよ普通に。なんでいや俺もあのなんかそういうのは目指していく、はい、あーでもまあまあ SNS 強化っていうのはね、うん、まあ、あの課題ではありますよね。そうそうそう、うん、ほんであのツイッターの何やったっけあれクラブハウスみたいな。あスペースですね。スペースをあのアヤトにスペースやった方がいいですって、はい、クラブハウスよりもそっちの方がいいって言われて、はい、スペースをもう2、3回したんかな。3回やってますね。そうですね、はい、ただのもうど深夜にやってるので。そうなんですよ。もう深夜2時とかにやってるんでこれからちょっとやっぱり、はい、あのねあのフォロワーの方々あのね、登録者の方々が見れるような時間帯にチームとしてちょっとスペースをやろうかなと。おー、めちゃめちゃ戦略的にね。うんうん、はいはいはい、まあゴールデンタイムにねちょっと30分とか1時間ぐらい区切って、そうそうそう、まあ、あのラジオ方式的な感じでやるのは全然ありだと思います。例えばですよ、はい、めちゃめちゃ面白い企画撮れました、うん、で今日公開です、うん、その公開の後にこの撮影の裏話みたいな、うん、みたいなね、なるほどね、ことをやっていこうかなと、はいはい、思います。いいじゃないですか。はい、はい、あなた1万人ね。何ですか。だから無理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 インスタもう佐々木さんと光さんももう協力してくれない。いやすごかったんですよ。あの光さんのインスタライブに、うん、あのコラボで入った瞬間に2000人ぐらい増えたんですよね。2000人ぐらい1000人ぐらい1000人ぐらい、うん、そうかな。でもあのカメラ回ってない時に光くんがまたインスタライブっていう話してくれてたよ。ああそう、結構あれみんな喜んでくれてるんで、うん、光さんも認めてくれてる、うん、そうそう、あの光くんが何か気に入ってるのをなんか俺横で聞いててチッって思ってた。宮迫さん、僕もです。面白く料理していただいてるだけなんです、僕はね。ちょっと焼き餅焼いてる。オーラも出たいち。まあでもそういう協力も、はい、してもらいつつやで。そうですね。そうですね。一応ね、うん、まあ徐々にやっぱその目標を立ててって、それは叶う叶わないはともかくとして、はい、あの増やしていく、もうチーム全員そういう、SNS とかのフォロワーを増やしていくっていうのは、あの命題として掲げましょうよ。素晴らしい。ね。いいと思います。でもそれこそ今までコラボした方とちょっとインスタライブとかたまにはありなのかもしれないですよ、うん、そうやねん。あ、まあまあまあ確かにそういうこと言うてくれよ。
なんかその、あのそういうコラボしてもなんかお疲れ様でしたって終わってしまうやん。ああ、なるほどね。なんかそういうことを、あの誘ってみたらどうですかとかいうのを言うてくれ。ああ、なるほど、僕らがね。だから、まあ、最近はね、写真撮るようにしてますもんね、一緒に終わった後に。つやん。お疲れ様でしたっつって。それこそ、それ上げていきましょう。あのね、カンコレなんかでちょっと頑張って写真撮ってて、はい、ああ、宮迫さん、確かにそうですね。写真撮ろっかっていう、なんかちょっと恥ずかしい感じの。まあまあ耳真っ赤になるから。だってもう子供ぐらいの年齢の頃に一緒に写真撮ろうとか言うてさ。大事大事大事、本当に大事。インスタとか上げてええかな。頑張ってやってんのかな。いいですね、いいですね。それやっていきましょうよ、やっていきましょう。はい、兄さん、あれですね、カンコレの写真上げてないですよね。上げたよ。もう上げました。何個か、あの48さんとかと上げてましたね。あの公式からいただいた写真とか。あ、めっちゃいい素材あるんで。あ、めちゃめちゃかっこいいです。あ、ちょうだいよ。あ、え、上げてますんで。あ、もうちゃうね。もう今だからあの項目多すぎて、 LINE のね、 LINE でどんどんもう消えていってしまうから。消えてないねんけど、はいはい、遡って見られへんから、また言うて、あのカットしたら送ります、うん、あ、確かにオフィシャルのやつがね届いてるんで、すごいいい写真。各自じゃあ載せていきましょうか、また、うん、そうしていきましょう。なんで頑張りましょう。はい、はい、え、じゃあ、え、待ってくださいね。改めてじゃあ僕は、うん、10末までに目標金を変えずに、うん、いや、1万は無理でしょ、無理でしょ。いや、もう、いけるよ。もうそれ、もう言うといたらええねん、うん、もしくは、お二人で年内とかどうですか。年内、年内1万、年内10万。賛成。お前、10万ってえぐいっすよ。いや、そしたら、言うとったらええねんって。こういうのは、言うとったらええねんって。年内10万。年内10万どうやったらええねん。僕もあと500人で1万なんですよ、インスタが。すごい。もう、え、500人 ?500 人なんですよ。伸びてるね。はい、すごい。一応僕毎日配信頑張ってるんですけど、うん、そうね、あの、ふーちゃんのチャンネルとかも含めてね。ああ、そうなんですよ、ね。フレデリカチャンネルもやってるんで。ちょっともう、10万ですわ。いけます、いけます。3万5千人増やさなあかんの。もう、いけますって。いけます、いけます、それは。ちょっとニュースになれば大丈夫です。お願いします。お願いします。はい、ちょっと頑張りましょう。本当頑張りましょう。チーム全員ね、うん、はい、チーム全員頑張って頑張りますね。影響力のある人間にどんどんなっていきましょう。はい、はい、というわけで、5000人達成おめでとう報告会でございました。佐々木さん、ありがとうございました。本当に、はい、ありがとうございます。あれ、僕もちょっとあのなんか写真撮ってください。ありがとうございます。というわけで、おしまい。ありがとうございました。